はい、こんにちは、タカです。まずはじめにこの動画ではクロス円を中心に見ていきたいと思います。円が絡む通貨ですね、ドル円やドルストレートの通貨に関しては別動画になっています。概要欄の方にリンクの方を貼っておきますので参考にしてください。ということで、クロス円ですけども、10月終わりましたけどもね、10月はクロス円にとってはすごく大きな意味のある1ヶ月になったんじゃないかなと思います。流れとしてはもう円安ですね。通貨の強弱で多少の差はありますけども、どの通貨を見てもクロス円に関してはもう上昇にはなっていたと思います。月足が確定してますから、まずはこの円の動向をしっかり抑えたいですね。ということで、一番最初はこの円指数 JXY を見ていきたいと思います。こちらが円指数、1時間足に日足を重ねています。このあたりからが10月になるんですけども、この円の弱さというのはその前からしっかり出ていることになりますね。下落のトレンドがはっきり見えています。ただ現在流れが止まってますね。10月の18あたりから安値を更新していません。底根圏でのレンジ相場調整局面ですね。波の反転が起こっているわけではないですから、まだまだこの円買いを見ていくというのは少し難しい環境のようには思えてきます。ではなぜこれ反発してこないんですかね。なんでこんなに円が弱いのか、このチャートからはその理由というのは少し見えてこないと思いますから、上位足で確認をしていきたいと思います。はい、こちらが4時間足、週足を重ねています。週足環境を見ても下落の流れがはっきり見えてますね。かなりチャートは弱いです。直近の動きを見ても安値をしっかり更新してきている強い売りのトレンド、現在は流れが止められてはいるようですけども、反発の形まだ見えずと、調整の動きになっています。ですから、ここ最近円というのはすごく弱いですよね。加速しているから、かなり弱い感覚にはなっているんですけども、もともと円というのはもうずっと弱かったんですね。ただこのチャートでもこれだけ弱い理由というのは少しまだ見えづらいですかね。なのでもう少し上位足、月足あたりを見ていきたいと思います。はい、こちらが日足に月足を重ねています。月足を見ると今回売りが加速した理由というのがはっきり見えてこないですかね。まずは今年の動きなんですけども、このあたりでレンジ相場足場が見えています。この前には強い下落のトレンド、この前はもう上昇トレンドでしたから、この上昇の流れを止めた売りの流れということになってきそうです。その後はもう半年続くレンジ相場足場ということになりますけども、これ上の方に抜けてくる反発の形が一切見えてこなかったんですよね。見えてこないということは、この売りのトレンドの継続、この足場というのは下に抜くための足場ということになってしまいますからね。反発を見ていくためには高値を抜いてこないといけなかったわけですけども、そういった流れにならず、今回下の方に抜けてきたということなんだと思います。ですから、チャートとしてはすごく弱い環境下でサポート割ってしまったわけですからね、当然大きな売りが出てきてもこれは仕方がないのかなと。じゃあ10月は分かったと、11月はじゃあどうなんだという話になってくると思うんですけどね、この下落トレンドまだ止まってないですよね。むしろ抜けたてです。ブレイクしたてほやほやなんですよね。ですから、トレンドを見てるわけですから、11月もこれ安値更新は見ていくことにはなると思います。9月10月と大きな円売りの流れにはなっていましたけども、もしかしたら11月もこの流れは継続して出てくるかもしれません。かなり大きな動きになりましたからね、多少の調整なんかもこれは頭によぎったりもしますけども、まだまだ売りが出てきてもおかしくない環境というのはこの月足からは見えてきます。この円の弱さは十分注意はしないといけないかなと思いますね。ただこのようなベア派にとって一番苦しい展開というのは、この抜けた動きを否定される形、例えば11月の月足が10月の月足を包むような、こういった包み足大陽線が出てきて、またサポートの中に戻ってしまうと、下髭をつけたピンバンみたいな形になってしまうと、これはやっぱりサポートが出てきてしまいますから、簡単には売れなくなってしまいますね。こういった V 字の動きには要注意ということにはなってきそうですね。チャートの方を見ていくと、円はすごく弱い、安値更新も全然あり得る環境、これを踏まえて各チャートを見ていきたいと思います。はい、変わりまして、こちらがユーロ円、日足に月足を重ねています。円がかなり弱かったですからね、月足を見ると当然のように大きな上昇になっています。実はユーロも弱いんですよね。ですから円が弱くなってもユーロも弱いですから、どうしても差が生まれにくい環境ではあったと思うんですけども、それでもこれだけの上昇ですからね、それだけ円が弱かったということにはなってくると思います。ただ今月10月はしっかり買いが入ったということで、今までの4ヶ月安値を更新していたこの売りの流れは一旦止めたことになりますね。これ流れが止まることで何が見えてくるのか、それもこの前の波ですね。ここには上昇トレンドがあります。このトレンドまだ崩れてないですね。例えば押し安値、こういったところにありますから、これ122円です。現在地から見ていくとまだまだ下ですから、上昇トレンドというのは全く崩れていない。
ただこの調整の動きも安値を更新していましたから、それなりの強い売りというのは出ていたんですよね。短期的には下落トレンドも出ていたと思います。ただこの流れを止めた、そして波をひっくり返したというのが短期足で見られていると思いますんで、これによって波をしっかり止めた、押し目買いを見ていける環境が整ったという見方はできるかと思います。ならば目線としてはもうロングになってきますかね。この上昇トレンドの継続をひとまずは考えていきたい。まあもちろん高値更新は見ていきたいんですけども、こういったところはどうしても抵抗にはなりやすいですからね。ひとまずは直近高値までを目指した上昇というのを意識していくことにはなるんじゃないかなと思います。目線はロングですけどもね、だいぶこの直近高値に近づいてきています。高値が134円、現在地132円ですからね、まだあと200ポイントほどしかもう高値がありません。円が弱いというのは分かるんですけどね、このユーロ円に関してはそろそろこのロングに関しては慎重にならないといけない場所ということにはなってきそうですね。はい、こちらが4時間足、週足を重ねています。週足を見ると下落トレンドここに見えてますけどもね、もうしっかり波の反転が起こっています。直近高値、ネックラインですかね、こういったところをしっかり抜けてきた上昇トレンド、今は流れが止められていますから調整局面ですけども、波をひっくり返してますからね、今度はこの上昇トレンドを見ていく。まず見たいのは上昇トレンド、止められましたから下のサポートがあるかどうかですね。ここをしっかり見ていきたい。ただ先週今週とこれ安値を更新し続けています。ちょっとこの売りが強くなってきていますから、まだこのサポートが見えていない状況ですね。このままいけばこれ時間調整ではなくて値幅調整も検討していかないといけない状況にはなってきそうです。そうなると、まあ環境的に押し目買いを見たいという環境ではあったとしても、短期目線で見ていけば売りのトレンドも見えてしまいますからね、簡単に買える状況ではなくなってしまうんですよね。サポートが見えてないうちにロングをしていくことに対しての怖さはこういったところにあるんじゃないかなと思います。冒頭でも見たように円の弱さは継続して見ていきたい環境というのはあるように思うんですけどね、このユーロ円に限って言えば積極的にロングを見ていける環境にはまだなっていないかなと思います。ロングを狙っていくなら、まずはこの青い下落の流れを止めてからということにはなってきそうですね。はい、こちらが1時間足に日足を重ねています。この日足を見た際のこの金曜日の動き、これかなり嫌な形に見えてこないですかね。チャートの方を見ていくと強い上昇トレンド、直近高値も抜いていますから、ね、まずはこのトレンドを中心に考えていくことになります。チャート強いですから押し目買いは基本的に考えていきたい。そんな中でサポートが見えてきたんですよね。まあ当然ロングを見ている人たちというのは出てくると思うんですよね。まあ特にこの木曜日の動き、直近高値抜いてきてるんですよね。こういった流れ見せられるとやっぱり強いなとは感じてしまいます。波の反転なんかももちろんこれは見ていくことになるんじゃないですかね。僕自身もこれ波の反転意識していたと思います。こういった環境からは大きな売りが入ってくる、まあ V字の動きで潰されるみたいな形になっているんですけども、この動きは十分注意したいですね。目線を上に上げたところでカウンターの売りが入ったような状況ですから、逃げられなかったといった方もこれはたくさんいらっしゃるんじゃないかなとも思いますしね。これ抜けた後の押しになりますから、これ押し目買いを見る人もたくさんいると思うんですよね。ただしその押し目買いも現状報われてないですね。まあ、直近安でも割り込んでいます。高値から見れば売りのトレンドもこの流れで見えたことになります。まだ抜けに関しては少し抜けた程度ですからね、抜けていないと見ている人もこれは一定数いそうです。意見が分かれそうな値動きではあると思いますけども、週が明けて月曜日、これ安値を更新する流れが出てしまうと、これ簡単には買える状況にはなくなってしまうと思うんですよね。青いトレンドがはっきり見えてしまうことになります。買うのであればこの青い下落トレンドを止めて波をひっくり返さないと次の上昇が見えてこない。特に金曜日のこの陰線一本によってだいぶこの買い方にとっては苦しい状況のようにはなってしまったかなと思います。ということはこの苦しい状況に陥っている勢力に加勢したくはないんですよね。こちら側にはつきたくないですから、まとなってくると目線はショートということになってきます。もし買い目線で見ていくんだらば、この132円にはサポートがはっきり見えていたわけですからね、このサポートをすぐにでも戻すような動き、抜けの否定の形が出てこない限りはちょっと苦しいのかなと。上昇トレンドが止められて、横への動きですね、時間調整を想定していたんですけども、この動きを見る限りはこれは値幅を伴った調整も意識はしていかないといけないのかなと。来週まずはこの決着というのを見ていくことにはなってきそうです。円が弱い環境というのは確かにあるんですけどもね、まあ、それ以上にユーロが弱いんですかね、変える形というのはちょっと見えてこないですね。はい、こちらが15分足に4時間足を重ねています。短期足見ると上がったり下がったりしてるだけなんですよね。この動きで流れを見ていこうと思ってもなかなか難しいと思います。ただここをレンジとして見ていくんであれば、今の現在地これレンジの下限です。この位置で止まるんであればまだこのレンジという形も見えてきますけども、さらに売りが入ってしまった場合、このレンジも見えなくなってしまいますし、上位足の環境を見ていくと132円のサポートを明確に割り込んだという流れにもなってきます。そうなるといよいよ買えなくなってしまいますからね、週が明けての月曜日、まずはこの安値を更新してくるかどうかですね。
今はこのユーロの弱さがちょっと気になってしまいますね。これだけの大きな売りです。金曜日かなりユーロには大きな売りが入っています。継続した売りが少しでも出てくるとこれ下の方に抜けてしまいそうですけどもね、どうなりますか。少なくとも僕はもうこの状況では買えないですね。まあ、買うのであればしっかりまずはサポートされたという決着が欲しいです。目線はショートで売り場探しにはなってきますかね。まあ、レンジですからレンジの加減、慎重にはなってしまう場所にはなりますから焦ってショートをする必要というのはないと思いますけどね。目線としてはもうショート目線、どこで売っていくかというのを意識して値動きを追っていきたいと思います。はい、変わりましてこちらがポンド円、日足に付け足を重ねています。ポンド円もこの円安の流れにしっかり乗った通貨ということになってきますね。かなりの大陽線で今月は引けています。実体部分だけを見ても6円の上昇ですか。まあ大きな上昇になっていますけども、じゃあこれ高値更新、もろ手を上げて買っていける環境かどうかですけどもね、これ直近高値で抑えられているように僕は見えるんですけども、どうでしょうか。ここの壁というのはもともとこの前から見てる壁なんですよね。上昇トレンドを見ていますけども、流れが止められた場所ということで、この156円というのは大きな壁として意識はしています。だいたい4月から5月あたりに高値を1回つけたということになりますね。今回2度目の高値ダメージ、少し抜けたりもしているんですけども、最終最後売りが入ったということは、上値はやっぱりそれなりに重いのかなと。環境から見ても上昇トレンドは止められて、今は調整局面、時間調整を見るのが妥当かなとは思います。ならば現在地はレンジの上限、まあ、強いのはもう十分わかるんですよね。円が弱いというのもわかるんですけども、この位置からロングすることに対してはやっぱり慎重にはなりたいです。円が弱くなってくるんであれば、まだまだこの高値を試す形っていうのはありそうではありますけどもね。ただまあこれ月足の環境を見ていますから、次にこの抜けかどうかを判断していくのは11月の末。それまではこのレンジの高値圏というのを常に意識しながら値動きを追っていくことにはなりますね。少し難しい環境だとは思います。はい、こちらが4時間足週足を重ねています。週足を見ても強いトレンドが出ています。直近高値も抜けていますね。ただ現在は流れが止められての調整局面、壁が157円8円この辺りにあるんじゃないかなといった感じですね。流れが止められていますから大事なのが下のサポート探し、ただこのサポートが現状まだはっきり見えていない状況です。買うのであればちゃんとこのサポートを見てからということになりますからね。現状のこの形では買えないんですよね。ただし週足の壁というのを探していくためには週足数本のロス返しが必要になりますから、すごく時間がかかります。その間ずっと待ってるわけにもいかないですからね。短期足で仮のサポートを見つけていくことになります。少なくともそういったサポートが S 値を更新していてはやっぱり買えないですよね。値幅調整も検討していかないといけない。月足で見てもレンジの上限でもありましたよね。ですから流れが止まった際の上値の重さというのは、これは常に意識はしておきたいです。僕自身はチャートはすごく強いと思ってますからね、まあ、レンジの上限ではありますけれども、すぐに売りを見ていこうとはなかなかならない。継続してこのサポートは探していきたいなと思いますけれども、ただ環境的にちょっと今はまだサポートが見えていない。円安の流れが再び出てくれば強い環境もまた出てくるんでしょうけどもね。ただまあ直近この辺りすごく動きましたからね、この調整も少し長引くかもしれません。ドルなんかと比べてしまうとね、この月末に向けて少しこの尻すぼみな感じになってしまってますんでね、この環境を少し警戒はしたいですね。前のめりになってトレードしていくような環境ではないようには見えてきます。現状は調整局面で引き続きこの下の壁探しという状況ですね。はい、こちらが1時間足に日足を重ねています。日足を見ていくと比較的綺麗なチャートが見えてきますかね。強い上昇トレンドありますけども、現在は流れが止められての調整局面、ある程度上下に壁が見えてきたような状況です。このレンジ幅が2円ほどありますからね、かなりの大きなレンジになっていますけども、今回ただここ上げた部分がこれ8円上げてるんですよね。800ポイント上げた後に200ポイントの調整と考えれば、まあ、そんなに大きな調整ということもないとは思います。ですから僕は継続してこのレンジ相場、この足場を意識して値動きを追っていきたいと思っているんですけども、今の現在地、これレンジの下限なんですよね。これかなりのギリギリのところ、抜けてしまったら波の反転も起こるかもしれません。このレンジが見えている以上はこのレンジの下限からは買っていくというね、サポートが近くにありますから買い目線というのは形見えてきますけれども、これ割れてしまったら次のサポートの候補というのが全く見当たりません。そしてここの部分もすごく大事です。これ出来高がほとんどないんですよね。上げ続けていますけれども滞在時間がすごく短いですから、この辺りでポジションを持っている人がすごく少ない。こういった場所を僕は真空地帯といった言い方をするんですけどね、こういった場所に突っ込んでくると値動きは止まらないこともすごく多いです。というのもやっぱりサポートらしいサポートがないですからね、どこで流れが止まるかというのはパッと見わからないんですよね。サポートの候補というのが見当たらない状況で、売りの流れがバンと出てしまうと流れが止まらない。
ですから個人的にこの156円、このサポートキープしている分には僕は全然買っていけると思ってるんですけどね。ただ割れてまで引っ張るようなポジションではこれはもうないとは思っています。156円はブルベアの分岐点ですね。サポートされているうちは買えますけども、割れてまで買える場所ではないと思います。まあそういったギリギリのところというのはある程度割り切ったトレードというのはできると思うんですよね。まあバンと買っちゃって抜けたら投げると。まあそれぐらいの割り切ったトレードであれば全然問題ないと思いますけどもね。ただこういったところすごく激しく興奮にもなりやすかったりもします。なんなら少し抜けて戻すみたいなこともこれは全然ありえそうですから。この攻防は十分注意はしたいですね。僕自身はこの156円割ってしまったらちょっと買えないですね。はい、こちらが15分足に4時間足を重ねています。短期足見るとこのあたりに壁が見えてきます。これ156円なんですよね。ですからまあ重要なサポート。金曜日なんかもこれギリギリのところで流れが止まったといった形にはなっています。過去を見てもまあここもそうですね。ここもそうですね。かなりピンポイントに何度も反応していますから、まあ、相当意識はされてるんであろうなと。ただこれ勘違いしてほしくないのが、意識されてるから割れないではないんですよね。意識されてるからこそ割れたら怖いんですね。当然まあ何度も同じようなところでサポート、波の反発が起これば多くの人が注目していきます。相場参加者も当然増えてはきますよね。買い目線で見る人、売り目線で見ている人、そういった人たちがまあ混在する世界になってくると思います。注目されればされるほど、抜けてしまった時のインパクトというのはこれはかなり大きくなってしまいますので、これも本当に抜けてしまったらどうするかですね。上位足の環境を見てもこの下にはサポートらしいサポート見当たりません。ロング自体はいいと思うんですけどもね、抜けてしまった時の対処法はじっくり考えてはおいてもらいたいなと思います。円も弱い流れというのはあることにはあると思いますけどもね、今はちょっともう流れが止まりつつありますかね。調整の色が濃くなってきています。やっぱり前半中盤あたり少し動きすぎましたかね。今は調整の動き、これがはっきり出ているように思います。まあ、下の方に抜けてくれば流れもまた出てきそうではありますけども、サポートされたとしても大した動きにはなってこないかもしれません。流れが出てくるにはもう少し時間もかかるかもしれません。まあ、月も変わりますからね。月が変われば流れが変わるというのもよくあることです。それでも見ていくポイントはもう変わらないですかね。まずはこの156円、ここでちゃんとサポートされるかどうかをまず第一に見ていきたいと思います。はい、変わりましてこちらが5ドル円日足に月足を重ねています。5ドル円もこの円安の影響かなり大きく受けてますね。直近高値をブレイクしてきたかどうかといった動き、まあ、これをブレイクと見ていくかどうかはこれは意見分かれてきそうですからね。まあ、難しい判断というところで今は置いておいたらいいと思うんですけどね。ただこの円安によって波の反転が起こった、下落トレンドを止めたというこの部分はしっかりまずは押さえておきたいです。ここは直近高値ですから抑えられたらも明らかに壁になってしまいます。押し安値も決まりましたから上下に壁が見えて、今はこういったレンジ相場を見ていくのがいいのかなと。ということはこの位置レンジの上限、まあ、抜けてくるかどうかという攻防にはなってくるんでしょうけども、次の決着というのは11月の末ということになりますから、すごく時間がかかります。もちろんその間は短期足で仮のサポートやレジスタンスを見ていくことになりますけどもね。ただ今のこの環境、現在地の把握、レンジが見えている以上はレンジの上限というのはやっぱり慎重にロングはしたいです。今見ているレンジの上限、これが85円あたりですね。ちなみに下限が80円、5円幅の月足レンジを今は見ていることになりますね。はい、こちらが4時間足、週足を重ねています。少しこの辺りは上値が重くはなりつつありますけども、まだ上昇トレンドしっかり出ている状況ですね。直近高値も抜けてきていますから、来週もこの高値更新をまずは意識していくということになってきそうですけども、少し動きの方が止まってきてるんですよね。僕はこの背景に少し注目をしています。というのもこの5ドルというのがすごく強いんですよね。加えて今ドルがすごく強くなってきてるんですけども、このドルの動きに連動しやすい通貨、すごく相関性の高い通貨というのがこの円の動きになってきます。ただまあ冒頭で見たように円というのは僕は基本的に弱さを見ていますからね、少しこのあたり矛盾はしてくるんですけども、ドルが強くなってくるんであれば円というのはこれは買い戻しが入ってきてもおかしくはないのかなと。もし円が強くなってくるんであれば、これ5ドルが強い、円が強いということで、これ強い通貨同士のペアになってしまうんですよね。円もまあ弱いのは弱いんですけども、今はもう調整局面ですからね、多少の上げ下げというのはあるんじゃないかなと。もし円が強くなってくると、この5ドル円というのは値動きを見ていく環境にはなくなってしまいますね。強い通貨同士のペア、値動きが鈍くなってしまいます。チャートは強いというのはすごくわかるんですけども、まあ、特にこの高いところでのロング、これはもう十分警戒しながら値動きを追っていきたい。強い通貨同士のペアだと強弱の差が出てこないですからね、値動きがすごく鈍くなります。鈍くなって値動きというのはトレードしづらい環境にもなってしまいますから、あまり前のめりにならずにこの通貨の強弱を意識していきたいですね。この流れを見ていこうと思えば、弱い通貨と強い通貨をしっかり比べないといけないと思います。
はい、こちらが1時間足に冷やしを重ねています。まあ、そのような環境でこの冷やしの流れを見ていただくと、まあ、強いのはしっかり強いですけどね、現状は流れが止まっての調整局面、しかもここ先ちょっと動きがないんですよね。これが何を意味しているのか、通貨の強弱の差が出ていないんですよね。そうなると途端にこの値動きは止まってしまいます。まあ、円が動いてないとか豪ドルが動いていないというわけではないんですね。むしろどっちもよく動いているんですけども、どっちも動いているけども、どっちも強いから結果動いていない。チャートはすごく強いですし、この高値も更新してくるような流れになってくれば、またこれトレンドも出てきますからね、この流れはしっかり見たいなと思いますけども、しばらくこのレンジ相場というのは続くことになるかもしれません。来週は FMC なんかも注目はされたりもしていますけども、実はこれ豪ドルも政策金利発表があったりもします。月初から動きやすい環境というのはあるように思いますけども、ただその決着というのが何もつかなくても焦らないようにしていきたいですね。今の環境、トレードしていくにはいい環境というわけではないんですね。やっぱり強弱がはっきり分かれてくれた方が値動きはすごく見やすくなります。今回は今どっちも強いですからね、まあ、この高値ブレイクを期待していくんであれば円安の流れが必要にはなってきますけどもね、どうなりますか。はい、こちらが15分足に4時間足を重ねています。上には壁がある、でも下のサポートは切り上げてるという形が見えていますから、もしかしたらこのような三角形をイメージして値動きを追っている方も中にはいらっしゃるんじゃないですかね。僕はこういった斜めラインというのは引かないですからね。ですから、まあこういった斜めラインを意識していくんではなくて、高値安値の切り上げという形を見ていきますけども、現状やっぱりこういった短期足を見ても底堅い動きには確かになっていますよね。これではなかなか売りづらいなと思ってしまいます。まあ、レンジの高値ですから売るのも悪くはないんですけどね、この高値を抜けてくればまあ投げると、それぐらいの割り切った気持ちで売っていくのも悪くはないんですけども、上位足でも見たようにチャートはすごく強いですし、この足場もまだ崩れてないですからね。足場が崩れていないということは、いつかこの高値は抜けてくるんじゃないかなと。今回抜けるかどうかはこれは分かりませんけどもね、ただまあそういった流れの警戒心は常に持ってはおきたいですね。レンジ上限だからといって簡単に売れる環境ではないとは思います。もう少し流れがはっきりするまでは様子見でもいいと思いますけども、ただ個人的にこの豪ドルの強さ、もうこれは結構注目してますんで、来月はこの豪ドルが強い展開をひとまず見ながら値動きを追っていきたいなと思います。まあ、目線としてはもう基本はロングですね。はい、ということで、前半中盤と、かなりの円安の流れによって今月はすごく大きなトレンドが出た黒線ですけども、後半さすがに少し息切れしている感じが出ています。今はもう調整局面を意識ということになってきそうですね。まあ、ユーロ円なんかちょっとユーロに売りが入ってきてしまいましたんでね、下の方に抜けそうになっていますけども、まあ、こういったレンジ相場が見えてますよね。はい、こちらポンド円ですけども、ポンド円もやっぱりこの高値圏のレンジ相場が見えています。まあ、下ギリギリのところですから、これ割り込んでしまうとこの辺真空地帯、少し勢いもついてしまうかもしれません。まあ、そういったギリギリのところですね。はい、そしてこちらが豪ドル円ですけども、今は流れが止められてのレンジ相場、調整の動きが見られています。まあ、いつかまた抜けてくるんでしょうけどもね、動きの方も出てくるんでしょうけども、まあ、これだけ大きく動きましたからね、それなりの調整があっても僕はもう仕方がないんじゃないかなと。ちょうどこの調整の動きになったタイミングでドルの方にも動きが出てきましたからね、来週はドル中心に僕はひとまず見ていこうかと思いますけども、ただこの線もこれだけの大きなトレンドが出た後の調整になっています。まだまだ次動き出せばまた大きなトレンドもあると思うんですよね。その流れは逃したくはないと思いますから、トレードはしないまでも今の値動きの動向、あとはまあ高いのか安いのかですね、現在地の把握、これは常にしていきたいなとは思います。黒線は今は多くの通貨で調整局面、次の流れ待ちといった状況ですから、こういった環境で前のめりになってトレードしすぎないように、熱くならないようにはしていきたいですね。今回は以上になります。ドル円やドルストレートの通貨に関しては別動画になっています。概要欄の方にリンクの方を貼っていますので参考にしてください。それでは来週も頑張っていきましょう。